無地が上ですね。はい。これすごい。ガラスすごいですよね。すごい。これ何年ぐらいですか。70年ぐらいは経ってるかな。70年以上。はい。すごい。これ何キロですか。500キロ。今言ったらまあ300〜400キロはあると思います。どうしてこちらの木にしたんですか。やっぱ実は神奈川に来ました。乾燥だけここなんだから、乾燥を頼むためにもっとこうやって。え、神奈川こんな綺麗にいい木が取れるんですか。めっちゃいい。乾燥は甘くはなるんですけれども、一番色艶っていうのが非常に天然乾燥と変わらない状況です。これが今中温になりますので、温度は低めで60度ぐらいですね。一般的に中温乾燥っていうのは80度ぐらいが多いんですけれども、80度でやってしまうと結構変色が大きいですので、うちは少し温度を下げて60度から65度くらいでとなってますね。何センチぐらい入れてますか。これが今24ミリの厚みの、はい、まあ、枠材用とかなんですけど、はい、これ大体4日間ぐらい固定します。はい、その大きさによって何日入れてますか。そうですね、あとはその湿度をどれぐらい下げるかっていうことでも、まあ、厚みであったりどれぐらいで乾かすかっていうのでプログラムを変えてるんですけど、20度まで上がるんですけれども、背張りなしで割れを少なくしたいっていう時には高温乾燥を行うんですけども、特に木材、特にヒノキ杉なんですけれども、はい、90度以上に温度を上げますと木材の表面が軟化する、柔らかくなりまして、で通常ですと乾くとこう縮んできますので、まあ角が引っ張られるんですけど、まあ中はあまり縮まなくて表面が縮んで、こう面積が足りずにこうパリッと割れる、はいはい、ただこの表面が引っ張られるものを高温にすることによって表面が柔らかくなりますので、まあ、少しこう引っ張られても、まあ、表現としては台がちょっと伸びる形になりますの で中が縮むまでこう伸びてギリギリ割れないのをキープしながら最終的に縮んでいくっていう形で、背割りがなくても、まあ、割れがかなり軽減されて乾燥できるっていう方法なんですけども、中が内部が割れてますので、まあ、表面は綺麗なんですけど中が割れてますので、まあ、そういった人性であったり曲げ強度っていうのは若干落ちてますので、はい、わかりました。っていう新しい乾燥法がありまして、高周波乾燥、はい、まあ、ちょうどあの乾燥釜なんですけど、はい、日本で一応実用木材の乾燥で実用してるのがうちしかないんですけども、へー、はい、まあ、簡単に言うと高温乾燥と中温乾燥のいいところを取ってやった形で、はい、電気を流すんですけれども、はい、電気を流すことによって内部から温めることができますので、あれですよね、マイクロウェーブの原理ですよね。そうですね、こういった形で
従来の方法ですと外部から熱をかけますので表面は温まってるんですけど中は温まらないという状況ができますので、どうしても表面だけ乾いてしまって耐性剤はこう表面だけ測るとすごい乾いてるんですけど、やっぱ第三期間でいくとどん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 生になっていて、音なんか切ると水が出てくるとか、そういう状況あると思うんですけども、そういったことが、起きないように中から水分が抜けるっていうちょっと特殊な乾燥方法になってまして、これを木材の乾燥機に入れますので、風を通るためにこうスペーサーを入れるんですけれども、でこの厚みがだいたい20ミリ以上必要になってくるんですけれども、ちょうどこれで今20ミリの厚みなんですけれども、できっちりこう同じ列を入れることで、まあ、積み重ねた時にですね、きっちりここに重しがかかりますので板の変形を少なくするために、まあ、こういった形でスペーサーを入れるようにしてます。ですのでやっぱりこの赤い部分が多いものは、まあ、5ミリ程度しか縮まないですけど、平たが多いと8ミリとか縮んだりしますね。ちなみにこちらに置いてるのって、はい、何ヶ月も外にこのままで置いてあるんですか？そうですね、はい、雨ざらしの状態。雨ざらしです、ね、全然大丈夫なのか、はい、腐ったりしないですか？もうこれ見てもらうとちょっとまあ分かりにくいんですけど、ほぼほぼ赤みのものになりますので、まあ、先ほど白玉がついているところは雨とかまで非常に劣化しやすいんですけれども、赤みっていうのは非常に油もたくさん含んでますので、まあ、そういった形で、まあ、半年ぐらい雨ざらしにしてても全く問題ないぐらい、まあ、ちょっとああいった形で見た目は黒くなってしまうんですけど、まあ、表面少し削ってもらえれば、あ、日焼けしてる状態ってことですか？そうですね、はい。 Is this the biggest lumber yard in Japan? 化粧材で使うのをメインに引いてる工場では、まあ、おそらく全国でもかなり少ないかなと思います。 Place is pretty incredible because it has these massive machines, these massive kilns to dry all this wood. I mean, they can dry pieces of wood that are, you know, maybe 16 meters long. And they have an interesting process in there where they use microwaves to actually evaporate the water on the core of the wood, which is something that is not very common around Japan.So they have kind of like the patent user rights to be able to do that process of microwaving the wood. And it gets a lot more of the moisture out, because when you kiln dry, it tends to only dry the outside of the wood and not the center of the wood. Very cool process. Other than that, their sawmills are so fast, and it tosses the wood around like they're toothpicks. It almost, this video is probably not going to do this whole thing justice, becauseI mean, the size of these pieces of wood are at least 1 meter in diameter, and it's just rolling them around like nothing. And the way they stack the wood here, it's perfection. They have these, they call them stickers in the United States, but they're pieces of wood that they actually put as dividers. And they put a lot of them to keep the boards from warping or bending in different places. But they're evenly spaced, they're 20 millimeters thick,upwards to 30 millimeters thick, and they're set up so perfect so that the wood, it looks beautiful to look at. Like, you almost don't even want to touch the piles.